おはよう。おはよう、母さん。朝ごはんできてるわよ。そろそろ起きたら。もう少し寝てる。しょうがない子ね。あの人、本当に春彦のお母さんなの？急に帰ってきて居ついちゃって。まさかファントムが化けてるっていうのか？ありえない。俺が小さい時のこともよく知ってるし、体だってどう見ても人間だぞ。そんな感じで一週間が過ぎた。春彦は何やってるのよ。一週間も顔出さないで。なんかお母さんといる方が楽しいみたい。今日も二人で買い物に行っちゃった。お母さんってどんな人なんですか？ね、あんな感じの人。春彦じゃん。あれがお母さん。綺麗な人ですね。それに優しそう。まあ嬉しいわ。こんなに大勢お客様なんて。さあさあ、上がって上がって。お邪魔します。材料をいっぱい買っておいてよかったわ。泉玲奈さんね、たくさん食べる子って大好き。いっぱい召し上がってね。ありがとうございます。おいしいです。熊枕くるみちゃんね、アルブレヒトちゃんかわいいわね。はっ、ありがとうございます。水瀬小糸さんね、甘いものもたくさん用意してあるわよ。どうも。あなたが川上舞さんね。いつも息子がお世話になってます。いえ、こちらこそ。こんなに大勢ガールフレンドがいるなんて、さすが私の息子ね。やめてよ、みんなに失礼だろ。ねえ、この中に春彦の好きな子っているの？母さん、何してんの？今からよく知っておきたいじゃない。だって将来私の娘になる子がいるかもしれないんだもの。みんなうちの息子とは仲良くしてくださってるんでしょ？いろいろ気を使ってもらってます。私もいつも春彦お兄さんには勇気をいただいてます。私は俺たちのいる場所が玲奈ちゃんの居場所だとか言っていただいたりしましたけど。まあ一週間ぐらい一緒に暮らしたりはしましたけど。こっちは受け入れ体制万全よ。いつでも誰でもお嫁に来てくれていいからね。だからそういう話は早すぎるって。もしもし、川上さん、よく聞いて。一条くんのお母さんには捜索願いが出ています。え、それってまさか。それじゃこのお母さんは。あんた、エニグマ。母さん。春彦、こいつはあんたのお母さんじゃないわ。エニグマよ。え、母さん。人間の体を乗っ取っていたのね。春彦、あなたの能力は実に興味深いわ。でも使い方が減った。母さん、やめてくれ。能力はもらったわ。人間にはもったいない力よ。私が有効に使ってあげる。